チャンネルさあ始まるよ、イエーイ。はい、おはようございます。というわけで今日はね、ノーミーカフェというところに来ております。私オーガニックに目覚めたの、目覚める予定なの、正しくは。というわけでちょっとあったら入りましょう。まず入り口に野菜売ってる、素敵農薬化学肥料不使用の野菜なの、もう素敵、映えじゃん。映える、野菜映える。果物とか野菜とかすごい好きだからさ、女の子は行ってみたいと思います。やみっこ、おはようございます。というわけで今店内に入ってきたんですけれども、超いい見て、この感じ、実家に帰ってきたんかなって思うよね、普通に考えたら。今日はそもそもなんでこのねカフェに来たかと言いますと、最近爆食続きで動画を見てもらったら分かると思うんですけど、しかも食の好みもケンタッキーとかね、体に悪いものが好きなのよ。それあんま良くないなと思って、オーガニック女子に目覚めようと思って調べたら出てきたんですね、有機野菜となんかいいお米と使って農民のような食事をみたいな感じで、ちょっとコンセプト新しいかどうかちょっと分かんないけど、そういう気持ちで来たという所存でございます。体質改善リフレッシュ、ピクニックの動画みたいになってるよデジャブじゃん。月に一族のテンションになるということで、ご理解いただければ幸いです。楽しみですね。寝起きですか？寝起きですよというわけでね、まずねハス茶がね、なんかサービスでコーヒーかハス茶がついてくるということだったんで、ハス茶をちょっといただきたいと思います。ハス茶とは、まあ、美味しい、おばあちゃん家で飲むお茶の味がするんで、多分おばあちゃん家ハス茶だったんだろうな、根拠はないけど。ハス茶の自分の家の常用茶にしてるお家少ないだろうから、でおばあちゃん家で飲んだあのお茶は何だったんだろうちょっと飲んでみてください。はい、ちょっと分かりません。いやでも美味しい、美味しいですよね。ですね、ちょっと甘みがありますよね、なんか法人の時に。確かに、あ、そうそうそう、そういう感じですね。すごいなんか優しい気持ちになります。あとこのね時計の音、この時計のタイプ今懐かしいね。大きなのもの、すごーい、オーガニックって感じじゃないですか。これ私のオーガニックプレート、絶対もう女子大好きやん。多分もう今画面の中の女子たちはもう、食べたい、体がうろうってなってますよ。これは確実に、何が何か実は分かんないんですけど、いただきます。とりあえずどこから食べるのか正解なんだろう。まず一番私の中で分かんないのがこれなんですよ、得体の知れないやつから。いただきます。うんうん、おから、美味しい。オーガニックですね、オーガニック。あ、美味しい、ご飯も美味しい。大根かな、お大根煮たやつ、オーガニックっていう原理にそう、きんぴらごぼう的なやつ、おいしい、オーガニック、うまっ、胃が綺麗になる感じがする。今朝なんで、うん、完全に上質な朝ごはん。これ何なんだろうね、何これ、お肉みたいな食感だけどお肉じゃない、でお魚じゃないですか。お魚じゃないんですよ、すいません。これって何ですか？高野豆腐。高野豆腐なんですね。ありがとうございます。お肉みたいな食感なんですよ。でも安易にお魚と言ったことの恥じるがゆい高野豆腐なんですよ。酢豚みたいな高野豆腐みたいな酢豚、紫のドレッシング、あ、おいしい。赤玉ねぎのドレッシングですって、竹が豪快に ASMR。 おいしい、投げたて、うん、うんふんふんふん。はい、というわけでここからは定点カメラでお送りいたします。朝ごはんにいいかもね、本当に。11時からお店が開いてるらしいので、休みの日のブランチみたいな感じでね、ちょっと贅沢に。胃が綺麗になってる感じがしてる、今ずっと。ご飯が美味しい、五穀米。もう最近五穀米好きなのわかる、本当に思想が頭悪いなと思うけど、食べてるだけで健康的な気持ちになったなっていう気持ちになれるかな。五穀米とか玄米とか気持ちないよ、病は気から。このプレート内にお肉とか存在してないの、だって酢豚みたいなやつとか高野豆腐だったの、畑の人しかいない、だから農民カフェなのか、すごい。最近26歳になってあんまりだけど胃もたれするようになった。25、6の壁があるんですね。もう絶対もたれないでしょこれ。これ食べてもたれる人の胃もう多分ない方がマシですよ本当に体に優しい味がしてるんでおすすめですね。
うん、体が喜んでる感じがする。農業やりますか、じゃあ。ついに私田舎に泊まろう的な企画をやってみたいんですよね。でも私ね、本当にもうこういうこと言ったらあれなんですけど、食べ物の好き嫌い本当は激しいんでまあめっちゃ優しいおばあちゃんが出してくれた食べ物とかが食べてみて、あ、食べれないと思ったら本当食べれないから、多分バレるのよ、おばあちゃんとかには。ごめん、あんま口に合わなかったとか言われて気使われるのも申し訳ないなってなって、マジで確実に美味しいご飯を提供してくれる自信があるおばあちゃんしか受け付けてない。何様やねんとか言う。ペンションとか泊まりたいですよね。家のご飯みたいなご飯ってちょっと食べたいじゃないですか。最終そうっすよね。外食はね、美味しいけど最終的にたどり着く場所って家ご飯なんですよね。マックとかケンタッキー美味しいけど、じゃあマックとケンタッキーで一生過ごすか、お母さんのご飯で一生過ごすか、どっちがいいと言ったら、お母さんのご飯で一生過ごすもん。花嫁修行みたいな動画撮ろうかな。うん、もうしっこなってんすよ。もうなんかですね、最近結構ガチで関西に出戻りたい欲がすごくて、もうちょっとある程度までやったらやっぱもう関西で YouTuber しようかなとも思ってましたね。関西行くもんね。うん、でもとりあえずあれだな、少なくともチャンネル登録100万いくまで落ちてやりたいですね。何この真面目な話。もうこのモードの時はもうピクニックモードって言うんですけど、テンション上げないっていう。朝テンション上がれないんですよね、私。朝というのは午前中を指すんですけど。何時に寝てます？もう結構クーラーが空しますよ。ああ、マジですか。なんか、うん、編集ってやっぱどうしても夜の方がはかどるんですよ。ってなったら夜に編集して、朝方に終わった、でももうずっとブルーライト見てるから目こんなるんですよ。寝れなと思って、ひどい時だったらそっから朝ごはん食べに行って寝るとかするんで。だからだろうな、体調めっちゃ最近崩すんですけど、よくないですよね。お野菜とお米だけでお腹いっぱいになるのかなと思ったんですけど、結構お腹いっぱいじゃないですか。結構お腹いっぱいですね。九州よくて、九州食べ物美味しいですよね。全部よくて、なんかさ、日帰りだったんでゆっくり行きたいな。九州9個もありますもんね、九州。え、九州って9個あるから九州じゃないんですか。9個ないですけどね。衝撃の事実。え、それ詐欺ってことですか。いやいや、もうそれは思うんですけど、やっぱね、中学生とか高校生の方がそういう面において頭いいですよ、絶対。そうですね、現役でやってるわけだから。こっちも引退しちゃってるんで、うん、これは本当にすごい言いたい。大人の方が頭いいと思わない方がいいですよ、皆さん、うん、でもなんか最近眩しいなって思うことがあって、はい、テスト勉強なんでやってるのか分かんないんですみたいな、うん、もう勉強したくないみたいな、助けてエミリーとかこう DM とか来るわけですよ、うん、なんかもうそういう悩みすら眩しい。何にでもなれるからこそ悩むみたいな、やっぱ限られてくるじゃないですか、選択肢が。どんどん大人になると ね、 そうですね。でもあの子たちはすごいよ、もう何でもなれるんだもん、羨ましい。私だってもう YouTuber の中でヒカキン系でいくかレペゼン系でいくかみたいな、なんかそういう悩み方しかできないですよね。眩しいなと思った会話なんですけど、高校生の子が2人でお話ししてて、今日さみたいな、映画レディースデーだから安いよ行こうよみたいな、1人の子が言って、1人の子がやだみたいな、結構でも1000円高いじゃんみたいな、でも前はポップコーン買ったから高くなったんであって、ポップコーン買わなかったらよかったじゃん、でもポップコーン映画館で食べたいしなみたいな、どうするみたいな、何その可愛い会話と。本当にリアルにもなんかこれポップコーンでこれ買いなってなんか一枚渡しそうになったぐらいなんか尊いなと思って、本当に可愛いと思って、なんかもう心が苦しくなっちゃって、そういう子たち見てると本当になんか自分の愚かさに気づくというか、本当にと同時に大人になるとやっぱね、働くから、それ中学生とか高校生よりはお金持ってるじゃないですか。果たしてお金を持つことが幸せなのか、すごいなんか本みたいなこと考え出して、中学生高校生の時に食べた映画館のポップコーンは本当に特別な感じがしたし、映画行くだけでも今日映画みたいな感じだったじゃないですか、うん、今の映画テンション、ああ、あれ公開してんだ、見に行くか、じゃあどっちの方が人生楽しいって言ったら絶対今日映画だ、ワクワクワク、この気持ちになりたい。悲しいですね。私もさ、この間もめちゃめちゃ久しぶりに子供の時のワクワクするみたいな気持ちになった瞬間があったんですけど、クリスマスコフレ、あめっちゃめっちゃワクワクしましたよ。何が入ってるんだろうみたいな。今だからアドベントカレンダーにハマってて、あれワクワクするんですよ。それを見つけたんです最近、大人になってから見つけたワクワク、アドベントカレンダーを一気に開ける。経路違うこと言うかもしれないですけど、大人になってできるワクワクって恋愛なんじゃないですか。それはそうだわ、それはそう、本当にそう。
でもなんか大人の恋愛ってでもなんか恋愛って同じやつと比べても高校生の時とかに部活帰り今日一緒に帰ろうとか約束してて寒いなってみたいな感じでコンビニの前とかで待っててお疲れみたいな感じでこう一緒に帰る、あの甘酸っぱさはもうできないでしょ。意外とできますよ。できますか。きっと好きになったらそんなね、うん、変わんないですよ多分中学生も。どうなのかな、私冷めてるんですよね。女の子の謎ということがすごいなと思う。恥ずかしくてできないんでこっち、よく恥ずかしげもなんかあんななんかえ、なんでじゃないんですかいやなんかすごいなと思う。結局そういう女が勝つんですよ人生。はい、というわけで完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、かなり量が多かったですね。ボリュームマウンテンみたいな感じだったんで、もうマウンテンボリュームオブオブマウンテンボリュームって感じでお送りいたしました。はい、ありがとうございました。ごちそうです。ご飯食べた後のあれが分かんないんですよね。考えなんか作ろうかな。ごちそうさまでした。イエイみたいな。今日も見てくれてありがとう。あなたのハートにピピピみたいな、なんかそのなんかスカイピースの次回予告みたいな。さーて次回の参考一番みたいな。今日から使用しますわじゃあ。はい、というわけでいつもありがとうございました。あなたの心に狙い撃ち、私の心はピラピラ。今日からあなたも私のエミリーワールドにどうぞお越しくださいませ。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。